ぬめる夢、どうも、ぬめのアクアリストです。そして、ぬめる夢、どうも、ぬめの、ジュニアリストです。ジュニアリストです。我が弟です。本日は沖縄で大量発生しているヤモリ、今から撮っていこうと思います。それでは行ってみよう。ここからは、僕のナレーションでお楽しみください。ヤモリはこんな感じの街灯の近くにいることが多いです。ほら、いました。それでは早速捕まえてみましょう。沖縄に住んでる限りヤモリとの関係は切っても切り離せません。例えば沖縄のエアコンの故障の原因の一番多いのはヤモリの侵入による電気回路のショートになります。つまり、まあ要するに他の都道府県では考えられないほどヤモリがいっぱいいます。普通に道を歩いていてもこんな感じの赤ちゃんヤモリさえよく見つけます。他県ほど天敵がいないこと、そしてこの繁殖力の高さこそが沖縄にヤモリが多い理由ではないでしょうか。このヤモリベビー捕まえて観察してみましょう。捕まえました。ちっちゃい赤ちゃんですね。赤ちゃんヤモリといっても姿形は大人と変わらず、また逃げるスピードも十分速いです。それでは逃がしてあげましょう。ちなみにそこら辺にある街灯に手を出せばこんな感じで平気で3匹同時にヤモリを捕まえることだってできます。ちょっと数分だけ集めてみました。この量のヤモリやばくないですか。これ何もいろんなところにいるヤモリを寄せ集めたわけではなく、一箇所でこれだけのヤモリを捕まえました。驚異の数ですね。まあこんだけの量のヤモリを飼う予定もないので、もちろんこの子たちは逃がしてあげました。今回はその中でも気に入った一匹を選んで飼育することにしました。沖縄から帰り次第この子の飼育環境の動画上げていきたいと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。いつも身近で見ているヤモリですが、ここまでいるとさすがに鳥肌が立ちますね。こんな感じの生き物の動画好きだよって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴誠にありがとうございました。